はい、皆さん、こんにちは。竹虎4代目です。さてですね、国産の山ぶどうが修理にやってまいりました。そうですね、こういった修理の場合ですね、この持ち手を直すことが多いんですが、今回一番傷んでるのは実はここなんですよね。竹かごとか、自然素材のかご。置くときにこう、設置するこの四隅の底の部分。ここはやっぱ一番傷みやすいんですよね。で、この丈夫な山ぶどうなんですけど、まあさすがの山ぶどうも、これだけの経年変色するぐらいご愛用になられたらですね、まあこういった四隅が傷んでくるよということですね。それぞれ全ての四隅が傷んでおられますね。この持ち手のジョイント部分、この縁巻き部分ですね。こういったところをちょっと修理してですね、お届けしたいなというふうに思ってます。これね、随分と経年変色されていますので、新しい山ぶどうの肥後でやるとですね、その部分だけが継ぎはぎのようになって、ね、もうほんとかっこいいんですよね。その継ぎはぎの部分がまた色が馴染んできて、さらに全体的に色合いが深まっていくなんてことになると、さらにこれからですね、長く使っていただいて、もしかしたらお子さん、そしてお孫さんの代まで譲っていただいて、大事にご愛用いただけるような一品になっていくんじゃないかなと思ってですね、修理するのを楽しみですね。その持ち手のタイプもいろいろあるんですが、こういったタイプはカタッとこういうふうにですね、両側に持ち手が倒れるんで、非常に物が出し入れしやすいっていう利点がありますね。せっかく長くご愛用された山ぶどうの手提げ加工、お客様に喜んでいただけるような手直しをしてですね、お届けしたいなというふうに思っています。ノーバンブー、ノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。